グレートコッシーマウンテンの長財布を紹介します。表面は X パック、ブルーのところが大任務、止水ジッパーの小銭入れでカードホルダーが6個かな、6個ついてます。使っている生地がしっかりしているので、もう薄いんですけどカチカチの長財布。メモあった。最近セルフレジが増えてきて、三つ折りの財布などに入れたお札がなかなか入らないので長財布を探してました。オフザグリッドで見つけたのがこちらの長財布。家で重さを測ったら 27.6g でした。比較としてこちらのパーゴのトレイルバンク S サイズが 29g。 こちらは便利なカラビナ付きです。一つ欠点は色が黒しかなくてなくなりやすい。なので自分はこちらのルートカンパニーの黄色いカラビナリードをつけてます。カードホルダーもしっかりしてます。なかなか落ちないようなカードホルダーで、こちらにスリットポケットがあるので、ここにレジ袋を入れてます。予備のレジ袋としても使えますし、雨が降った時の養生袋としても使ってます。で、こちらがお札入れ。小銭入れの部分は止水ジッパーになってます。でこんな感じでコインホームもすっぽり入る大きさ、軽くて形がしっかりしてる、そんな長財布、グレートコーシーマウンテンの長財布でした。こちらのパーゴワークスのトレイルバンク S サイズにも小さいビニール袋をここに入れてます。意外とビニール一つ入れてると何かと使えます。スーパーコイルつけても見つけやすくなると思います。おまけで今日の EDC を紹介します。時計は安いセイコーのタートル、初めからついてきたこのシリコンバンドももうつけっぱなし、財布タートル、暖かくなってきたのでまた復活したベンチメイドのミニプレシディオ2、こちらは一つ前のモデルでアルミハンドルです。サードパーティー製のディープポケットクリップで、アクシスロックでブレードコーダーが S30V、 いつもこれで穴を掘ってるのでちょっとこの辺がもう剥げてます。ミニプレシディオ2、家の鍵はもういつものセット、ライトをこのちっちゃいのに変更しました。マグネットが当て抜くだけでライトがつく。ナノスパークと 3D プリンターのホイッスル。オフザグリッドでこれの設計者と話したらなかなか面白かったです。ショッピングバッグはチコバッグ、もうだいぶもう10年ぐらい使ってるショッピングバッグ。週末のイベント用の薪拾い、薪拾いバッグとして定着してるこちらのバッグ、こちらも X パック製。今日の調理道具、チタン製のミニキュース、お茶っ葉と茶こし、野立マグ、とっても美しいカップです。これでお茶飲んで帰ります。バーゴのボット700、アミカスと110缶、今日のバックパックはジマービルトのチップバッグ、小さくてスマートなバックパック。